まりました。すごカフェへようこそ。ということで店員の市田篠です。よろしくお願いします。すごい13名の方見てくださってます。ありがとうございます。にん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 、どうもどうも、おばんです、おばんです、こんばんはに。今日も篠丸めっちゃ可愛い。うん、ありがとう。今日可愛いだってこんな褒めてくれることある？みんなこんばんは。ということで皆さん、冬ですね。冬なんですけど、関東は今日ね20度だったかな、18度、すごい暑いらしいですよ。今週は北海道はね雪だって。今日はマニアが多いな、じゃない、一般の方も来てくれるでしょ。ということで、初めてこんな早く見れた、ありがとうございます。さあということで皆様、スゴカフェは初めてではないですよね。何何、初めての人もいる、ありがとうございます。このスゴカフェはですね、皆様からのお悩みにリアルタイムで回答していく番組でございます。ぜひね、あの悩みとか、まあ、最近こんなことあったよとか、オムーさんとか私などの質問など質問ですね、よかったら下のコメントフォームから書いてくださいね。ということで、そうだったのかって言ってる。初見です、だってありがとうございます。初見さんいらっしゃいませです。さあこちらね、カフェになってます。このカフェの店長を早速お呼びしたいと思います。オムラ店長です。あ、どうもオムラです。皆さんこんばんは。こんばんは。オムさんの珍しいピンのなんでこれピンカメラがあります。カメラあるのすごい、今日3つカメラが店長だって。あ、どうもどうも、皆さんお久しぶり久しぶりです。さあピンカメラが今日はなんでだろう、なんでだろう、いつもなんかピンカメラあんまりないのにな、うん、店長専用カメラもありますあんまりあれだけど ね最近いかがですか、どうお過ごしですか。そうですね、うん、今日何の話しようかね。そっからね、うん、今日もイケメン店長だって。ありがとうございます。店長かわいいってなんて反応していいやろあのね、うん、ちょっとあまりにも暇でね、うん、最近全然お客さん来ないしさ、うん、暇だったから、うん、家の掃除をしてたの、実家の。まあ確かに全然来ないですもんね、うん、この店。もうだから家の、で久しぶりにさ、なんだこの段ボールはみたいな感じのをちょっと出してみたりとかしてね、うん、掃除をしてた。断捨離とかしてたんですか、うん、オンライン。そしたら、うん、すげえのが発掘されたの。今日ちょっとそれ自慢するために持ってきたんだけど。やめてくださいよ、暇だからって自慢するためになんか持ってくるのそれがね、多分しのちゃん喜ぶんじゃないかと思うネタなんだけど。本当、めちゃくちゃオンライン会議みたいにカメラすごい。そうだね、これ一緒にいないんじゃないかみたいになってる。いないんじゃないか、もう今日はオンラインかもしれない一緒にいるからね、ねえ、え、なんだろう、なんだろう、別撮りなんじゃないかみたいな、ね、収録だったのかなぐらいの一緒にいますか、ね、なんか今ワイプ出たけども何だったんだろう今のは、うん、あ、私が2人になったら、なんで自分のワイプ出してるそうそうそう、面白いね、うん、それでまあね、ちょっと掃除してたらすごいのが出てきたのよ、うん、それがね、もう何年前だろうね、自分がもう小学生ぐらいの時のネタなんでね。え、何、オムーさんの小学生ぐらいのって何年前何年前だろうね。え、なんだろう、オムーさんの小学生。シノさんはシノ、ついにワイプ芸人シノさんは、はい、何ですか、どこが好き、何が好きでしたっけ、どこ行くのが好きでしたっけ。私ですか、ね、いやもう知る人ぞ知る夢の国ですよね。あ、そうですよね、夢の国。夢の国っていつできたか知ってます。え、いつだったっけな、30、40年、50、80年前ぐらい。そんなに前なのそんな前じゃない、30、40年前かな。そのもうオープンしたてぐらいの、開園したばっかしのね、うん、時に行ってるんですよ、うん、私多分しのさんまだ生まれてなかったと思う、思いますけど。いや、なんかよく言ってるけど、それも嘘だと思ってますからね、うん、オム店長は行かないです。やっぱしね、ミーハーだったんで、うん、小学生ながら、はい、行ってきたんですよ。はいはいはい、夢の国に。どんなもんかと、どんなもんかと昭和の時代ね、その時代行ってきたの。昭和の時代に。そう、昭和だから。へえ、誕生したの。そうですね、30。そしたら、その時のチケットが出てきた。これやばー、ほんとだー。昔はこういうチケットだったんだよ、ディズニーは。
ディズニー、なんかすごい、こういうチケットめっちゃ紙ないですか、ペラペラしてる。これにほらなんか乗り物乗るとき用のこういうやつとかね、こうなんかあるすごい。だってちょっと見ていいですか、見て、見てなんかいっぱいあるけど、これもう40日分とか入ってるんですか。40日分、これ1日の多分フリーパス券なんじゃない、フリーパス券でこの乗り物だったらこの A のチケット、この乗り物は B のチケットとか、本当だ、なんか、ね、このショーを見るんだったら C のチケットとか、そういう風になってて、そこに並んで入るときにチケットを取られるような、これ原始的なチケットだった。もうそろそろ大人アダルト A チケット、うん、B チケット、そろそろ2人でやりたい、 B チケットとかやってきたよ、ね、あでもね、あのこのチケットにね、アトラクションの名前書いてあるんですよ。あ、書いてあるんだ。あるんですけど、うん、今でもあるものめっちゃありますね。それはそうです、今でもあるものめっちゃあるじゃん。そりゃそうでしょ。名前なんかね、載ってんの名前、載ってますよ、このチケットはこれでとか、すごいすごい、あ、本当だ、すごい、トゥモローランドへ皆様をご招待だって。本当だ、そう、私ウォルトディズニーさんの映画、うん、すごい見てて、あの、ワールドができるまでみたいなっていうのを見てて、東京ディズニーランドを作るぞみたいなところも見てるんですよ、うん、映画でね、オリエンタルランドがね、最初ね、シノがでかくなっちゃったって言ってる。本当だ、これチケットに ABCD でさ、うん、全部こう書いてあるじゃん、このチケットは。そうですよ、今でももちろんなくなっちゃったものもあるけど、うん、C がねえな、 C 切れてんな、 C 乗ったんだな俺が。 C チケットがないんですよ。 C チケットがないな。あとねやっぱね、うん、あの後ろにね、あダメか、ちょっと目線伏せるけど、うん、あの方の絵が書いてあるんですよ。お、そうだね、目線伏せましたけど、ね、あの方の線が入って、うん、絵が描いてあって、やっぱね今とちょっと違いますよね。あ、そうなの、うん、今が知らないからな。いや昨日しかもさ、うん、これあれじゃん、大人3900円なんじゃない、安っ。これ子供用チケットですけど2400円ですって。あ、そうなの、じゃあこれ大人と子供だ、安っ。親子で行ったんだ、今8000円ぐらいですね、倍じゃん。あの方、黒いネズミ先輩がいらっしゃいますけど、今はもうチケットとか、まあ、ないですからね。チケットないの？あの、どのぐらいになってなかったチケット。いや、そのまあチケットもあるっちゃあるんですけど、うん、もう今時はですね、全部スマホ1個でこと足りちゃうんですよ。入場から、ショーの予約とかまで、あとご飯のレストランの予約とかまで、スマホアプリ1個で、QR コードでやっちゃいますから。そうなの？じゃあスマホ持ってない人いけないってことなの？いや、もうその人はまあ紙かなぐらいです、ね、紙はまだ一応あるんだ。一応はありますね。でもこうやって残らないじゃんね。もう分かってないの、おめさんは。違うんですよ、ディズニーは心です。あ、心なの。心に自分の宝物をしまうでしょ。ほらブランクあるから。これ言ったのいつだっけかな、1980、これなんて書いてある、5年、なんて書いてあるのな。ちっちゃくて見えない。85年ですね。1985年じゃんこれ。うん。ってことは35年前。あ、じゃあこれ35年が行ってねえわ。オープンしたての時にってことですね。そうだよ。80年ぐらいにオープンしたんだっけ。だ85年だよ、そうそうそう、これ。85年チケット。わーお。これ、プレゼント。危うく捨てちゃうとこだって。マジで。これは、シノのために取ってくださったんですね。ゴミに最初入れちゃったんだから。ゴミかなと思って入れちゃったんだけど、ああそうだ、これシロちゃんにあげなきゃいけないと思って。すごいね、このブックでたくさんの素晴らしいアトラクションをお楽しみください。来園の本日のご来園が幸せで思い出深いものになりますように。行ったね、行った行った、筑波科学万博ね。あ、で何何、科学万博プレミアムですね。ですってよ、筑波万博も行ったよ。だから行った年に行ったんだな、ディズニーな、ついでに、ね、私は愛知万博しか行ったことないな。それいつ？いつ？最近じゃないけどね。最近。森蔵とキッコロの時代ですよ。なるほどね。ということで、これ寸劇だって。寸劇です。寸劇です。はい。あと10分しか猶予ない。夜勤なんだ。あ、そうなの？あ、じゃあちょっと YouTube 後で見て。続きはね。続きはね。そう。うん。でね。あれだよ、本。本。あ。前回いや渡した。
そう本俺が本本って言ってこれが出てきちゃった俺がこれちゃんと持つ。そうこれはオムーンさんが書いてもらった本です。これオムーンさんに言ってくだされば売ります。そしてですね今回こちら買いまして、ちゃんと紙の本を見てる。この高橋恵美子さんの真っ白に燃え尽きたままって、前回ねこれちょっと前回ゲストで来てくださった、うん、矢作ありささんがプロデュースした、プロデュースしてで、うん、で紙の本作ったって言ってたじゃん。そう高橋恵美子さんっていう、うん、私もこれまたもう私は見てます。買ってないけど、うん、あ電子で見たの電子でね。あ今流行りの私はこれまた同級生なんですけど、そう俺紙じゃないとダメな派だからさ、取り寄せてちゃんと買って、そうでちゃんと 読みました。最後にねこう、もう店長ありがとうございます、メッセージまでね、サインまで入ってね、見てる、見てんのかな。高橋恵美子さんってよそよそしいねって一応公の場だから、うん、やってみた。そうこちらね、まあ高橋恵美子さんが書いてる本なんですけど、うん、そのまあ壮絶な人生をたどってるわけです彼女もね。そうそうそう、私もね読みましたよちゃんと。そう出産のね話をメインにね、うん、書かれていて、なんか2回連続帝王切開された、ね、そうですそうです。今に、うん、2人のお子さん女の子がいらっしゃって、またね次どこの子 が、ね、そうそうそう生まれる予定なんですけども、すごい、すごいよこれ。この本にも書いてあるんですけど、うん、その出産したとかこれから経験するママさんはもちろん、男性の方にも見てほしい、うん、本になっていて、私も妊娠経験とかないので、うん、結構ね生々しいです。こんなみたいな。あとね写真とかさ入ってないとダメだみたいな方いらっしゃるじゃないですか。きっと入ってます。なんなら写真もあるし、エコも入ってるね。恵美子さんの写真まで入ってるし。ただね文章がすごくね話し言葉でね読みやすいです。そうですね、うん、台本口調みたいな、そうだ、ね、台本みたいになっていて、そのオペラ出身っていうこともあって、うん、そういった音大が一緒だったんだもんね。そうですそうです、同級生だよね。そういった感じで書かれてるんですけど、ね、びっくりするぐらい結構生々しい感じですよね、うん、それを面白く、そうそうそう、普通出産となかなか男だと分からない現場っていうね、うん、なんだけど、そこがねちゃんとまあ重々しい雰囲気であるんだろうなとは思いつつも、うん、それをねなんか笑い飛ばすぐらいな感じで書いてるんで、ね、そうです。あとね、読みやすいですね。なんと入院に必要なチェックリストとかね、貴重じゃん。そうめっちゃ貴重ですよ、うん、あと出産で行える手続きとかもらえるお金みたいな、お金リストとかも書いてあるし、あとね特典とかで、その高橋恵美子さん今北海道で声楽家やられてるんですけど、うん、歌の動画もらえるんですよ。へえ。なのでそれもおすすめですね。あ、じゃあ俺も特典買ったからもらえる。特典恵美子にお願いしてください。ちょっと聞こう。そう結構壮絶の人生で、今後ねパパになろうかなって思ってらっしゃるそこのあなた、うん、ぜひ見ていただくと、奥様の出産の時に怒鳴られなくても済むっていう、うん、本でございます。そうだね、まあ、その予備知識にいいんじゃない、うん、お子さん生まれる時とか立ち会ったんですか、うん、それがねうちはね、うん、一歩ね立ち会うために訓練があるのよ。訓練、そうそう、こういう風にしようとかああいう風にしようとか、うん、あとは妊婦さんの気持ちが分かるためにこうなんか重りとかなんか着せられてさ、こんなに大変なんだっていうのを、ね、はいはいはい、いや俺も立ち会う人のなんかそういう研修会みたいなのがあって、うんうんうん、参加したのちゃんと立ち会うために、はいはいはい、そして当日だよね、うん、まだ生まれないからって連絡が来て、うん、のんびり家でいますから、はい、もう生まれるみたいなのが来て、じゃあ今ダッシュしていかなきゃいけないっつって、うん、こう車飛ばして家にいたからさ、はい、病院行って、うん、で、行ったら医者、後ろから医者にこうと追い越されて、うん、もう医者が入っちゃったから立ち会えませんっつって、俺ずっと廊下で待たされてそっから生まれる準備したのに、じゃあおぎゃーみたいな、おぎゃー聞こえて、うん、で、それでおぎゃー聞こえてもさ、なんかいろいろへそのそうですよね、いろいろやるから、それでもその後ずっと待たされて、うんうん、2時間ぐらいしてからやっと会えたんですね。
奥さんもね立ち会えるものだと立ちいると思って。でもねいてもね邪魔なだけだし。なんか聞きますよね。何もしてあげられない。頑張れよしか言えないからさ。あとなんか出産秘話とかでよく聞くと、あの男性旦那さん大体怒鳴られる説っていう。そう当たられるよね。そう奥さんに。うん、だからでも自分は2人子供いるけれども、はい、2人とも立ち会えなかった。でもう1人はそうなんだ、そうあの立ち会う気満々で、はい、その次もいたんだけど、はい、あの生まれたのは夜中。なるほどね。あのその連絡、あのもうすぐ生まれるの連絡見たのがもう生まれてから俺がこう見て、はい、あもうずっと未だに根に持たれてる、うんじゃあ寝てたよねみたいな。なるほどなるほど。私こんなに頑張ってのに、ね、大変な思いをしてたのに寝てたよねぐらいな感じ。夜中だもんだって生まれたの。いやもうあのこの本でもちょっと旦那さんのあの心境とかね、うん、書いてあったりするんですよ、ね、とかその立ち会いの瞬間、うん、立ち会いの瞬間どんな感じの夫婦のやり取りがあったかとかもあるので。そうですね今ね画像がね止まってるかもしれないけど。あ本当だ止まってるわ。大丈夫かな。来たみんな見える。復活した復活した。あ忘れるんだって出産の痛みをってこと。忘れちゃうん今多分、うん、私恵美子と喋ってるわこのオンラインみたいな。すいませんいろ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 トラブルがございまして申し訳ございませんでした。すいませんなんかちょっと映っちゃいけない人が映っちゃったみたいなんだけど。結構貴重な回ってことで。貴重な回ということで私は面白くてゲラゲラ笑っちゃいました。声が聞こえないんだろうとか思って。なるほどね。タイムアウト YouTube 見ますだってありがとうございます。ごめんね YouTube 見てぜひあのこの後ねもっと面白い話すから、うん、ゲストもいるから実は、うんそうなね、貴重な回でございました。そうあのぜひね Amazon でも。そうなんですよ、Amazon で何巻だっけ発刊発刊、まあ、結構ね売れてるんだよ ね, このねあそう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 。それであの Amazon でも買えるのでぜひ買えますし、このねあの紙になってるやつは50部限定なのかな。そうかあともうちょっとだね。そうオムさんで31って書いてあるからもしかしたらもうないかもしれない。そうかでも電子書籍でもともとねやってるわけだから。そうですそうです Kindle です。そうですよろしくお願いします。ご覧くださいませ、あと15冊そうだね。で絵もかわいい。高橋恵美子さんもねぜひね東京に来ることあったらここでゲストでもう普通に喋っちゃう。あ、同級生門下一緒なんですよ。あの私の師匠が一緒なんですよ。師匠が一緒。師匠が一緒で師匠一緒だって。師匠師匠見てる。師匠師匠は見てるかな。そう師匠がその師匠じゃないですよ。その師ね。そうそう本当の師。歌の師が一緒で。あ一緒なんだ。もうそれって、うん、大学入学からほぼその波紋になるまで、うんもうともずっと一緒だった。そうずっと一緒なハモになるまでっておかしいけど。なるほど。あじゃあ結構深いお友達じゃないですか。そうですね。うんなるほど。そうです。ぜひご覧くださいませ。そう家にね泊まりに来てくれたこともあります。あじゃあもうすごい仲良し。そうそうそう。お泊まりしてるぐらいじゃん。うん、そう俺はハモにしないぞって師匠が言ってますね。師匠はハモしないぞ。ありがとう。それは。そう。よかったよ。ぜひ見てください。これね。はい。まあ師匠に燃え尽きたままぜひ。ということで、うん、さあこれはさあ一旦でございます。で昨日すごいことが起きたじゃん。今日その話をしたいんだよ。いやもうびっくりすること起きちゃったんですよ、うん、昨日ね昨日ね。みんな知ってます、うん、昨日何の日か。これコロコロ変えてるからこう止まったんじゃない。こういう慣れないこういうカメラも見たいかなってやつなんですよ。 あの画像ですね。いつもよりカメラの台数多いもんだ。なんかねなんか多いですね。丸×問題。そうすごいことが起きたんです昨日。皆さん知ってます。歴史的すごいことだよ、うん、もうすごカフェではね、うん、ずっと追いかけ続けた。そうあれですよね。あれですよ、うん、ついにここにチケットがあるけど。じゃじゃんじゃーんジョイント。イエーイ映画のジョイントですよ。これねチケットね、うん、あとねチラシがね、チラシこれですよ。昨日新宿のピカデリーで、ついに公開されました。あのずっとね、うん、追ってたこの映画ジョイントの皆さんにもね見ていただいて。そうそうそう結構ね演者の人たちも来てもらって、はい、いろいろお話もしたと思うんですけれども、ついに映画、うん、で公開日どうでした。
いやもうなんか胸いっぱいですね。私としのちゃんもなんちゃってで出演したしちゃったジョイントですよ。そうで、なんちゃってなのに、そう今日はそのジョイントの話をやっぱすごいいっぱい語りたいじゃん、はい、ねえ。で我々だけじゃ、はい、あの我々ねちょっと断片的なところしか知らないんで、うん、ほら撮影も全然こう見てなかった。すごいこれこれね、これすごいん、そう、おめでとうございますって、映画デビューおめでとうございますですね。銀幕デビューしたんですよ我々は。すいません本当に名前まで出していただいて、ね、これね、あのエンドロールで名前入ってるんですよ。すごかったよ、感動してびっくりした。私、ま、私はいないと思ってたんですよ。いやいるでしょ。いやあの名前に出てこないと思ってたんだけど、いっぱいこう並んでる中でさあ出てくるのかなって言ったらさ、市田しのって出たね。そう、しかもしのひらがな、そうしのがひらがなだったらめちゃくちゃ目立つ目立つ、結構4文字の漢字がドドドドって並んでて、はい、その間に市田しのみたいな一番目立つだもんね、2文字で書けちゃうやつが出てきて、でもねそれ見てね、あ芸名ひらがなにしようかなって思ったもんね。めっちゃ目立ってましたね。目立ってたあのエンドロールの中でということで、うん、そう女優デビューしたんですよ。映画出演ですよ。で私もなんちゃって出ちゃって、でそこら辺喋ってましたよあの話を、うん、やっぱし、うん、このジョイントのことめちゃくちゃ詳しい評論家に語ってもらった方が、そうですね、ジョイント評論家、うん、ジョイント評論家が今日わざわざ岐阜県からお越し、本当ですか、くださったんですよ。本当ですか。皆さん多分これでちょっと薄々感じてたかもしれないですけど、そうなんですよ、あの例の柿ジュースです。あれ柿ジュースです、じゃじゃん。そうです。じゃあもうそろそろ来るかな。すごい、え、いやでもジョイント評論家ですよ。そんなお忙しいんです。岐阜県からね、ジョイント評論家の来るかな。そんなおい、ゲスト柿ジュースじゃないのよ。ゲストが柿、あ、こんばんは、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ちょっとこれ使いたくって、え、何ですか何ですか、GoTo トラベルですかね、これ共通クーポン券に GoTo トラベルがあるんですけど、すいません、あのスゴカフェはですね GoTo やってません、対象外です。これ明日までなんで、あの違うところなんですか、ね、違うところなんで、真ん中は OK とか、残念だけど全部違うね。俺ただの紙ですね、うちで。そうですね。棚のお酒を端から。あ、これお酒じゃないですよ。味噌汁。味噌汁で。そう、味噌汁なんです。結構高いんですよ。ちょっとこのこれじゃ払えないかもしれない。お酒じゃないんですね。すいませんね、うちね、あの GoTo やってないから全然客来ないんだけど、超久しぶりに来た。何がですか？お客さんがね。はい、俺掃除してたんだから、だってずっと。お土産を。あ、お土産。え？ありがとう。もうこれもでしょ？はい。今日は岐阜から ありがとう、ついに来ていただきました。マチコさんですよ。マチコさんです。皆さん知ってるでしょ？こうあのちょっと初めての人じゃなければ。皆さんこんばんは。これこれ。いつも来ちゃった。いつもね。コメントでね。コメントありがとうございます。ありがとうございます。もう呼んじゃったマチコさん。そう。来ちゃいました。柿ジュースで同じ。来ちゃいました。いつもねコメントでもうすごい書いてくださる。いつもコメント。柿ジュースって言ったらマチコさん。で今日は岐阜。岐阜です。同じ岐阜、そうなんです、はい、岐阜県民ということで、はい、岐阜対決を、このお土産まで柿ジュースまで飲んでくださいね。ありがとうございます。じゃあちょっとちょっと柿ジュース出して。そうですね、あのもう冷やしてあるんだなんだって、すごいお土産いっぱい入ってる。はい、何ですか、食べてください。これ何、知らないですこれ何、ちょっと適当に適当にこうちょっと見繕って、岐阜っぽいお菓子、はい、これなんですか。これそれは起き上がりもなかです。あ、もなかなんだ、はい、あ、これか、ちょっと潰れたかも、まさに潰れたかも。この起き上がりもなかっていうのがあれなの、岐阜の、うん、ちょっと有名みたいですね。はい、うん、こちらも送ったのがバレバレこれはうかいせんべいですね。ちょ、有名なんですよね、岐阜県。はい、カステラ焼き食べたことはない。食べたことない。うかいせんべい知ってる？知ってます。あの修学旅行、私岐阜の方だったんですよ。え、岐阜なの？修学旅行って5年生の遠足みたいな。岐阜の方でうかいを見て、その時にうかいせんべいが有名だって。まだ入ってるよ。これ何これ？わ、岐阜金粒だ。金粒？あ、金粒。金粒食べたことはないです。え、岐阜に？全部食べたことないです。あ、じゃあ東京人が東京からの食わねえんですか。そうです、そうです。金つばこっち来て初めて食べたことはないです。はい、金つば、はい、かけジュースどうぞ。うん、並べとこ
ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、いや、私はあの大丈夫です。え？大丈夫です。いや、バスじゃないですよ。バス、え？どういうことですか？え？飲みたくないかな。あれ？これマチコさんだ。あれ？いっぱいあるって。マチコさん飲まないの？これすっごい冷えてるよ今。冷えてますね。カキドリンク。ついにカキカキ言ってたカキドリンクが来ました。はいはい、果汁 30%、 微妙だね、はい、これちょっと改良されちゃったんですよね。改良された、飲みにくすぎて、あ、飲みにくすぎて、柿ドロッドロだったんですよね最初は。あ、なるほどね。あ、じゃあちょっとリンゴ入れたね。そうなんです、ね、ちょっとリンゴ入れたねこれね。そう柿ジュースにちょっとリンゴ入れたね。そうなんですよ。だからちょっと柿、うん、ちょっとリンゴに近い、ちょっとリンゴかな、飲みやすくなったってこと。そうです。飲みにくかったのが、飲みにくかったのが、そうですね。じゃあちょっと、じゃあいただきます。はい、どうぞ。あの念願の柿ジュースが来たんで、あのいただきたいと思います。召し上がれ。はい、ちょっとしゅるちゃんどういった。しゅるちゃん飲もうよ。今ビビって裏にいる。まあ、そう。じゃあいただきます。どうぞ。あ、美味しい。あ、美味しい。やっぱり柿だよこれ。柿、柿ですか。柿、柿嫌いなんでね。ちょっと皆さんにも配ってあげてください。はい、はい、どうぞ。お客様いっぱいいらっしゃるんで。はい、そこのそこのお姉さん、飲んでください。そこのお姉さん、また今度出てね。ね、出てね。前出てくれたの。これ振っていいんですか。あ、振った方がいいと思うよ。うん、やっぱジュースと多分大丈夫。そこに声優のお姉さんがいる。はい、さっきちょっと顔が出ちゃったスタッフさんにも、はい、あげて。あ、顔でした。ありがとうございます。美味しい。俺は柿好きなんで、はい、うちの嫁さんの実家が柿の木があるんですよ。はい、でも毎年のように豊作で、うん、で私が高いな。うん、パキブーって言ってる。ブーって言ってる。うん、イエーイ。これちょっと遅れたらダメ。そうです、そうです、ラグがある。じゃあちょっとオムさんのやつでも紹介しとこうかな。あ、これを戻った。あ、戻ったって。今無言で無言でなんかやってたけど、どこから見られてんだろう。ちょっと紹介して。じゃあ私も岐阜県といえば、はい、岐阜県の果物が柿なんですよね。柿が一番取れるの。そうです。うん、そうです。わかりません。一応そうです。地元が柿なんです、ね。これ何柿っていうの。これ冬柿です。あ、でもこれ作る、あ、そうか、一応あれなのかな。これは近所に売ってますね、柿がたくさん。でも製造元が和歌山県では。すいません、今日トラブル多くて。みんな見てる、大丈夫かな。あ、振るの忘れてた。じゃあいいよ、その素で行こう。素で行こう。素で行こう。そのまま行きましょう。うん、これみんな聞こえてる？聞こえてる？みんないる？なんかコメント止まったけど大丈夫？あれ？みんないなくなっちゃったかな？あ、今から振ろう。あ、よかったよかった。あの聞こえてる？じゃあ私、はい、飲んでください。せんながら、あの私も岐阜人じゃん。岐阜のものとして。え、飲んだことないの？岐阜人ないです。でもちょっと味はなんとなくあれですね、想像できると言いますか。匂い柿だよ、うん、でもまあ美味しいですよ絶対。うん、じゃあどうぞ。いただきます。召し上がれ。ひだでしょ。あー広大な草原の中に柿の木が一本ある感じの味がしますね。おー、うん。やっぱ食レポいまいちだよね。前もやったじゃん、ちゃんとあの、うん、お店でもうひどかったやつ。やったお店でやったわ。お店でやったひどかったやつ。ソムリエですよ。子供に寝る前の絵本読んだらまた戻りますですって、うん、エミコが言ってます。あ、はい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 。ぜひまた、うん、あ、なん、うん、全然飲みやすいよ、うん、飲める飲む。そうですね、あの、うん、柿っていうよりちょっとリンゴも入ってるね。リンゴっぽいな、うん、
混ぜたらまた違うのかもしれないけど、うん、美味しい。柿の味だし匂いだし、まあリンゴの風味もあり、うん、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。私が責任持って全部持って帰ろうかと思いますんで、はい、はい、うんうん、ごくごく飲める感じ。飲めますよねこれ。全然飲める、全然飲める、うん、飲めます、飲めます。普通に行っててもいいと思うぐらい。こっちこれ岐阜県だけなんですかね。見たことないけど、でも全然売ればいいのに。売ればいいの。梨ジュースよりはいいんじゃない、うん、あの甘ったるい感じじゃないんですよね、うん、ちょっと酸味があって、リンゴジュースのちょっとなんかパンチ効いたみたいな感じだから、パンチ効いた感じ、うん、あの全然飲めます。しかも今冷やしてるんですよ。それがまたいいのかもしれないですね、うん、冷えてるのがいいね、うん、よかった、ありがとうございます本当に。いろいろと、そうだ、まちこさんがねドリンクをね楽しみにしてくださってたんですよ、うん、そう、俺も楽しみにしてたよ。あら、あ、ドリンク、そうそうそう、悪魔のドリンク、あ、これじゃないの今日、はい、みんなまちこさんにはね、これはいらないです。まちこさんドリンクなんなら飲んでないですから。これはいらないです。ちょっとご用意は。いらないです。柿ジュースはいい、はい、あ、じゃあちょっとあのしのちゃんいつもの行ってきます。いつものコーヒーお願いします。はい、じゃあ今日すいません、わざわざありがとうございました。いつもね番組見ていただいて、あのまちこさんですよ皆さんね、カキカキ言ってましたけどで昨日を悪魔のドリンク、そう、昨日このねジョイントの映画が、はい、新宿ピカデリーで、うん、初公開されたわけですね。もうこれ構想からもう2年、うん、本当に裏の情報私もよく知ってますけど、まあまちこさんもね評論家ですからね結構いろいろ知ってると思うんですけども、本当によくやりきったね男子。やりきましたね、すごいですね。すごいですよね、はい、すごいです。その本当にねこの大変でね、このスタッフさ演者も500人ぐらいの中からセレクションして、選んで、で脚本もねやっぱりいろいろこう構想を練りながら作って、うん、で撮影始まって、で完成ね2020年公開として一生懸命頑張って作って、でその後ね本当だったら海外の方で、まあ、ちょっとね悪のねお話なんで、ね、悪のちょっとアウトレージ的なね悪なお話なんで、海外受けがすごいすると思うんですけどね。それで海外にいろいろ出品する予定だったのがコロナで全部中止になり、でまあいろいろ大変だった中、うん、最後の最後まで頑張ってついに、はい、昨日公開しましたと。素晴らしい。で3日でソールドアウトしたんだよね、うん、何席ぐらいだったのかね。300ですね。300、はい、300席一瞬でソールドアウト、はいはい、3日間で。でただまだ来月追加上映予定するって書いてあるんですよ。12月にね、はい、追加上映もする、まあ、今後もねいろいろ、うん、あと来年どんどん出品していくんでしょ海外にね、うん、なので、詳しくはこういうインスタのあれとかあるんで、あとで告知します、うん、はい、ということで、なんかやってるんですね、ね、ね、なんかね、悪魔のドリンク、うん、なんか悪魔のドリンク作ってるね、はい、新作作ってるね。新作だって怖い、いろんなの混ぜてくるからね怖い。そうですね。でですね、まちこさんはもうこの立ち上げの段階の前からですね、もういろいろジョイント絡みの、はい、俳優さんとか、もろもろもうロケとかも見に行っちゃった。見に行っちゃいましたね。見に行ったんだ。見に行っちゃいましたね。なんか行っちゃいましたね。いろいろと絡みがあると、うん、はい、いうことで、もうすごい、もう我々よりもすごい詳しいと、ジョイントのことに関して。詳しいですね。まあ、好きですね。皆さん大好きです。大好きですか。はい。そうですか。じゃあそういうところをいろいろお話をしていきたいんですけど、まず最初にちょっと聞かなきゃいけないのは、このジョイントの主役の山本くん、はい、この山本くんですね、はい、この山本くんは実は私の教え子なんですよ、はい、某エッチな学校の、エッチな学校の、そうそう、はい、イニシャルがね、はい、エッチな学校の、私が、まあ、先生やっていて、はい、彼が学生として入ってきて、うん、もう十何年も前の話ですけどね、うん、そこからずっとね、彼が卒業した後とかもずっと交流があって、それで、ちょうど2年前ですね、このジョイントの構想が始まる半年ぐらい前かな、
ぐらいから俳優になると、はい、もともとバスケ選手を目指してて、バスケ選手になってるんですよ、はい、プロバスケ選手になってるんですけどね、で俳優に転身したということ で、はい、でその子のジョイントが初主演作品になるわけなんですけれども、はい、私はそういう出会いでこのジョイント知ったんですが、はい、大丈夫ですか？どっち？うん、大丈夫よ。あ、一応一般人ってことで、マスクを大丈夫ですか？大丈夫です。生放送です。大丈夫ですか？はい、なので、あとダメな時はこれをちょっと出して、ね。了解です。これ取り返しつかないですかね、生放送。なのでよろしくお願いします。で、マチコさんはそもそもこのジョイントを知ったきっかけとか、そのなんか。誰か出演してる人となんかこう知り合いだったとかそういう流れですか？ちょっとそこら辺も元々は、うん、桜木亮さん、おプロデューサーやってた、はい、うん、亮君がちょっと応援してて、うん、そこからこれずっと出してるとバッテンだそこから桜木亮さんを、はい、てて、まあ、俳優だもんね、彼ね、応援してたってことね、うん、そこから繋がっていく感じですね。ああ、なるほど、そういう風に形でジョイント、はいはい、そうですね、彼も初期からね、はい、メンバーでしたからね、はい、なるほど。じゃあちょうど桜井くんの話も出たことなんで、その篠野ちゃんはですね何を作ってるの？めっちゃニヤニヤ。ちょっと今、カフェにいるお姉さんと一緒に開発してるんで、うん、開発怖い、なんかいろいろなもの入れてるよ ね、 あれね、怖い、見てなかった、うん、見てなかった、なんか言うの。ということで、ジョイントを振り返るにあたりですね、ちょっと資料を用意したので、ちょっとそれを見ながらいろいろお話ができればなと思ってます。じゃあちょっと1個前に戻してもらおうかな、これ。そうですね、はい、ああ作りましたよ、ちゃんと。これ今日69回目なんですね、スゴカフェ69回やってんだよ、すごいね。あそこのお姉さん何回目だったっけね、20回目ぐらい。いや、もうだいぶ昔。そうだねさあ、ドリンク作ってまいりました。来ましたね、新発売飲み物です。新発売の飲み物、色がでも美味しそうじゃないですか。うーん、柿入ってる、それ入ってない。色が、色がぜひマスク気をつけて飲んでください。いただきます。お顔に気をつけて飲んでください。行ってきます。いってらっしゃい。大丈夫かな。美味しいですか。一応そのように。でも全然飲めます。あ、本当ですか。飲めます。な、何これ。わからない。まあ高価な。粉臭い。高価なお茶に大人も飲める粉ミルク混ぜました。大人も飲める粉ミルク。お茶にミルクを入れたってことね。はい、お茶ミルクです。お茶、紅茶でもないわ。お茶にミルク、不思議な味です。大人も飲める粉ミルクです。なんとも言えねえ結構、まあ、スゴカフェちょっと今まで在庫がなくて、あれ美味しいみたいな感じだったじゃないですか、最近はね。美味しい。から、まあ、トリッキーなの久しぶり作ってみようかなと。そこでわざわざ岐阜から来てくれたのに、まちこさんなので、ありがとうございます。来ていただきましたので、はい抹茶ラ、あのね、お茶ルイボスティーかな。ルイボスティーひどいわ、うん、ありがとうございます。ぜひ水あるので、うん、飲んでください。ありがとうございます。さあ、ということで、これですよ、もう一回拡大してもらいましょうか。そう、作ったんですよ、今日69回目ってことで、映画ジョイント公開記念。まあ結構演者さんにここでゲストで来てもらっているので、はい、ちょっとその演者も振り返りながらですね、うん、お話ができればなと。オムラ大樹と、まあ、あの市田志乃ってね、うん、エンドロールで流れたあのまま流れました。ね、この右下のやつは昨日一緒にしのちゃんと新宿で写真を撮ったですね。はい、これ私クレームがあります。何何。右下のね写真って、うん、これ私、うん、綺麗なイルミネーションの中で撮ってるんですよ。ああ、そう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 。その間に、うん、店長オムラ大樹店員たちの入れちゃうっていう、入れるとこがなかったんだもん
もうクレームクレーム、うん、真ん中に差し込んだらイルミネーションが消えちゃっただけだ。そう、消えちゃってんのよ、うん、普通の道で撮った写真みたいになっちゃう。そう、絵本読んで帰ってきたら柿からお茶になってた。実はこれもさっきのね写真ね、あの私たちの映画のシーンのポーズみたいな撮ってるんですよね、うん、もう小さくなっちゃったんだけど。小村さんはこのポーズしてたよねとか、私はこういう演技をしてましたっていうのをね、うん、実はジェスチャーでねやってたの。見にくいんだけど全然わかんないね。後でツイッターに載せますね。あ、載せといて、うん、しのちゃんのツイッターにを見てくださいってことですね。イルミネーション綺麗だった、はい、昨日。そうですね。じゃあ一つずついきますか。はい、これはもうポスターですね、ジョイントのね。かっこいいですよね。でここにアットマークのジョイントムービーっていうのが、まあ、ここでいろいろこれから情報をどこで公開するのかとか、うん、どうしていくのかっていうところの情報がいっぱい載って、オフィシャルページ、ちょっと拡大していただきましょうか。これオフィシャルページになりますからね、うん、ジョインアットマークジョイントムービー。そうです、我々が銀幕デビューしたんだよね。そうですね、ついに出ちゃったんで。しかもここの俳優さん方来ていただいてますからね、うん、来てこの4人とも全員来てるからね、はい、ここに死のどこってここに映ってたらもうすごい。残念残念、しのちゃんはすげえ斬新な役なんで。ちょっと、え、フライヤーとかポスターには載らないですか。写真すらもアップできない。バンになっちゃう。ニコ生もバンになっちゃうかもしれない。そうなっちゃうかもしれないね。ごめんなさいね、うん、皆さん。しのちゃんの絵は本当これ映画じゃないとちょっと見せられない。そうですね、いや私も、ね、そこだけ写真撮って、うん、しのちゃんこんな感じでしたよって載せたいところなんだけど、これ載せると、まあ、ネタバレになるし、そう、これは事務所 NG かもしれないですね。バンされるし事務所 NG だし、まあ、全てに NG なんで、もう映画を見るしかないみたいなね。いやもうそう、これ喋ったらちょっと 裏のねこともね話したいなと思って。じゃあ後でちょっと喋る、うん、ね、そう、そこら辺のところマチコさん詳しいんで。そうですね、じゃあちょっと次のページ行ってもらって、まず最初にシロとシノちゃんの話をする前にですね、芸人役じゃない、私の話を出たこれちょっと大きくしてもらってですね、これですね、出た、すごいですね、出ましたよ私もついに、ね、1分間の PV あったじゃん、うん、ね、ありましたね、乗ってた、出てたもんね、ね、みんなでね、小村さんを探せをやったんだけど、そう、この意味深なシーンですよ、うん、何だったんだろうね、ついに分かったんですよ私、エンドロールで店長は車の中にいる人でいないいない某大手 IT 企業の取締役で役だったってことが分かったのね、うん、エンドロールで知った、エンドロールで知ったの、うん、でこのシーンも何だったのかっていうのが分かった、うん、でちゃんとセリフも言ってた、かっこよく映ってましたね、かっこいいシーンでしたよね。ちょっとでもなんかいきなり突然俺が現れて、これ誰みたいな感じになってた、まあちょっと面白かったですけど、うん、ね、知ってるからね、ストーリーからしてさ、いきなり登場するからこれ誰みたいになってね、せめてなんか入れてもらいたかったけどね。いやもうそんななしです、なしです、メインどころじゃないと名前入れられない最後だって、このチラシの さ後ろのね、うん、このページにも、うん、そのこのまさにこの写真入ってるんですよ、うん、そうなんです、そうなんです、あるんですよ、ね、チラシにも見えねえか探せみたいになってるし見えないか、うん、セリフはってあるけど、セリフはありましたね、喋ってました、いきなりおむさん喋ったと思ってセリフもあったんですよ、ちゃんとここからこう中からこう入れて、ここにちゃんとマイクつけて、でこういうのもあって、うん、しかも何回もカット割りするじゃん、うん、何回もやらせるよね、音声も撮り で音声だけでも撮ったからね、うん、すごいかっこいいシーンでしたよ。そのかっこいいのかどうかわかんない。これ羽田空港ですからね、これね。すごい。羽田空港。雰囲気がね、すごかったですよね。かっこよかった。かっこいい写真ですね。そういうシーンを最後の最後で。なんてセリフかはちょっとまだ言えないですね。なんてセリフかちょっと言えないけど、ちょっとここら辺に関して評論家のまちこさんからはちょっと私のちょっと評論を。はい。小村さんのシーンいかがでした？いかがでしたか？分かんなかったんですよね。って言いますと、役が、なるほど、まあ役が出てくるのいきなり登場したんだよ、で隣同士で見てたんですけど、うん、そうそう、一緒に隣で座ってたんだよ、終わって字幕が出た時に2人で この役ねみたいな映画の中だと突然現れて、突然なんかすげえキーマンみたいになってるけど、うん、最後まで誰こいつなんだよ、うん、
正直結構最後の方でした。そうそう、本当の最後の多分オチのぐらいのところぐらいでポンって出てくる、うん、結構重要なエンドロールで分かった役割だったと思う、ね、しかもエンドロールもあのモブ系の、まあ、通行人とかの類じゃなくてちゃんと何々役小村大二ってゆっくり流れてくる、なんとか役ってちゃんと入ってたよね。入ってましたね。それで初めてははははこれかって、それがさっきのね、この IT 企業の、うん、そうそうそう、あの取締役だったっていうね、うん、ああなるほど、あそれでやっと分かったのストーリーがここかと、これかと、うん、これもう逆に言えば超悪役じゃんみたいな、そういうみんなから悪役って聞かされてたんでねからね、うん、ああなるほど、そういうそういう方面の悪役ねって分かったね。なんかね、まだ見る前は一番悪役なんじゃないかみたいなね話とかしてたけどね。みんなスタッフとかそうじゃなくてここに来てくれてたし、ね、うん、悪役、うん、悪い人ですよみたいな。見てからのお楽しみってずっと待たされたからね、1年半ぐらい待たされたから引っ張られて、うん、エンドロールでストーリー分かった、うん、ってそう、エンドロールの役名 で役が、うん、で分かったの、落ちた、やっと腑に落ちたの、うん、このお話のあそういうことね、うん、みたいな、僕お話がこれのやつ逆にそれを知ったらなんかすげえ作品じゃんと思って、ストーリーそう結構なんか深い作品でしたよね。だってまあ作ってんのがね、だってハマーとさ、あのこんな何回も来てるね、うん、ハマーとさ監督だよ、大台監督。そうですよ、大台監督東京大学卒業してるからね。そうですよ、建設家だよ。しかも台本英語で書くっていうね。そうそう、英語で書いてそれをあと日本語に訳したのがよ、わか意味が分かんない。そう、意味がないね日本語で最初から書いてくれるみたいな、そう、そういう新しい映画の見方ですねって。結構考察系っていうかすごい複雑、まあ、映画自体はその山本君って、まあ、私のね教え子 の主人公の山本君が主役で、うん、まあ、彼がのヒューマンストーリーみたいな感じだよね。そうです、うん、本当になんかヒューマンドラマみたいな感じで、そうそう、ドキュメントって言ってもいいぐらいな感じだった、うん、なんか山本さんの人生、うん、その役の人生を成長とかも見つつ、うん、山本さんの役自体の葛藤とかも見つつっていう、うん、でもう何だかヤクザなのか半グレなのか何なのかよく分かんないような位置づけでいろいろ展開していく。ちょっとそこら辺評論家のマツコさんと解説して評論家ちょっと何をストーリーのストーリーストーリー、うん、ストーリーどんなストーリーざっくり、ざっくり、うん、でもまあ、とりあえず2年の刑期を経て東京に戻ってくるんですよねこれ読んでんじゃん、そうこれが一番いいっす。あそうだ、ストーリー書いてあるんじゃん、そうですよ、ストーリー書いてあります。これちょっと読み上げて。2年の刑期を経て東京に戻った石上武さん、これが山本さんが演じてらっしゃる主人公ですね、が名簿ビジネスを再開すると。ああなるほど。以前から持っていた広告代理店のコネクション、コネ、うん、コネとか、まあ、不法移民の感染業、斡旋業ね、斡旋業ね、うん、と中古スマホビジネスを行う友人の、うん、韓国人ね、韓国人の方ですね、キルジュンギっていうのがここに来てくれたジン君ですね、ジンさん、ね、2人で来てくださったんですよね、うん、の協力のもと、うん、暴力団の大島会の組員で、うん、後輩の勇気くんに上質な名簿を売ると、うん、名簿を売る役なんですよね、うん、最初はね、うんうん、だからオレオレ詐欺みたいな感じだよね、うん、いわゆるね、まあ詐欺を成功させていくと、名簿を売買してそれをそこからオレオレ詐欺していくみたいな感じの、うん、その要は山本くんの役の石上武の後輩がヒロの勇気っつって、ここでも、うん、来てもらったね、ゆうきくんね、はい、ゆうきくんが、うん、まあ、後輩役で それを名簿をいっぱい売ったりとかして悪いことするんだね、うんうん、それをまあ可愛がってるからってお手伝いするんだけど、うん、親友のね方の警告受けて、やすさん、うん、そのやすさんっていうのもここに来たよね、来ていただきましたね、三井さんですね、はい、はい、でその、うん、山本さん演じる石上さんは足を洗おうと、うん、まあ、そういう悪いことから、山本くんは山本くんつっちゃってるけどさ足洗おうとするんだね、するんですよ、石上さんです、そう石上さん、そうね、で投資家の道を切り開こうとするんだけどうん、うん、またまたその大島会ね、うん、暴力団の大島会破門になった市川組っていうところ、うん、市川組の組長来たよね、ここね、来てくださいましたね、平山さんだよね、うん、とか、外国人の犯罪組織の流動の、まあ、
これだよね、俺の二人でこう握手かぶせる相手の人だよね。そあ、そう、握手相手の方ですね。相手がこのリュードっていう、うん、その外国人のもう超悪いやつね、うん、国際的なね、うん、で、その、うん、その親分だねが出てきたことにように、うん、石神さんが危機に迫るっていう、いろいろと人間模様があるってことね、あるっていう、まあ、結構複雑だね。そうに現代日本の犯罪界を舞台にした 群像劇の中、群像劇ってこと、自らの生き方を問い直すっていう、うん、問いただす、ここになんかあのあれじゃん、関係図っていうか、そう関係図みたいな、これって関係図ってアップできるのかな、 しのちゃんで、みんな来てくださってるんですよ、あの俳優さん、メインどころの俳優さん、メインどころ来てるよね、来てくださってますよ。だってこの石上武っていうこの真ん中にいるのが見えるかな、これこれこれ、この一番真ん中に石上武っていうのが山本くんですよ。はい、QR コード取って、はい、あ、QR コード取って、ね、で上にいるその親友の安っていうね、安っていうのが三井さんですよね。でその隣にいる一緒に IT のベンチャー企業を一緒にやっていくんだよね、うん、これが亮くんだよね、桜木さんね、ハロプロので、その右側の、何この大島会を破門された市川組っていう、この市川の組長でね、組長が、ここに来た平山さんだよね、うん、で、大島会の構成員のこの広野くん、広野くんじゃない、広野祐樹っていうのが祐樹くんだよね、これね、はい、でその下のこの竜斗っていうね、この一番悪そうなこの右側の人だよね、右側の人が一番の親分だけど、親分と俺が、あの私がね、なぜか握手してるっていうね、小村さんは多分この辺ですねそうだから私はだから、ね、あのそのリュードのね、あの親分と握手してるし、うん、あのそのリョウ君に場所も貸してるんだよね。で、一田はって、一田しのは、一田は逆にそ の, ここの、ね、そうだね、その辺だよねちなみにそのあれだ、不法移民の斡旋をしているこのキルジュンギっていう役とパクイルヨンさん、うん、パクイルヨンっていう、これ2人出たよね、ジン君とチャンバ君だよね、うん、2人で来てくださいました、うん、めちゃくちゃね、面白い話を、新メンバーほとんど来てんじゃん、来てますね、これが表の、はい、あら皆さん見覚えみたいなあるんじゃないですか。ちょっと私の資料の方をちょっともう一回出していただいて、パワポの資料出していただいて、そうです、ここからですよ、すべてのスゴカフェが始まったのがですね、懐かしい、これ見ました、これ見ました見ました、ありがとうございます、ここの大興奮そう好きなメンバーがもう大好き、みんな大好き、2019年1月29日ですよ、うん、もうすぐ2年ってコメントが、うん、そうなんですよ、これ2年もうほぼ2年前ですね、すごかったですよね、このすごかった、うん、ここで私たちもここに来たんだよ、そうここに、うん、このちょうど近くでね、ロケハンをしてたと、うん、まだあのクランクイン前でロケハンしてた時にこの山本くんと、うん、あの大台監督だよね、はい、この伸びたくんみたいなの大台監督監督ですかねこれね監督、はい、監督でその上が祐樹くん、はい、うん、構成員祐樹くん、その隣が、はい、あのジンさんですね、はい、ジンさん、でその隣がリョウくん、はい、これだって映画の中じゃ絶対絡まない人だじゃね、うん、まだこの時関係性とかどんなストーリーになるかっていうのも、うん、まだまだ分かんなかった時代ですね、うん、このロケハンをたまたまここの現場のねスゴカフェの近所でねやってて、そうですね、でそしたらいきなりこう乱入してきたっていうね、なんだなんだみたいな、うん、いきなりなんかすごい人たちなんか来たぞみたいな感じでしたね、あの時は。ちなみに申し訳ないですけど、この第26回目のこのシーンはですね、ちょっと今映画が公開されたので、うん、今ちょっとここ限定公開してますんで、そうですね、ちょっと今関係者しか見れないようにしてます、 YouTube、 もうね、今をときめく俳優さん方ですから、ちょっと、うん、ちょっといろんな大人の事情もあるんでこのシーンがちょっとね、うんうん、今限定公開にしてもらって一般の人ちょっと見れないんですけど、でもすごい豪華な回で面白かったですよね、うん、乱入してきた、ね、そう、この回で、うん、小村さんがそうなんです、ぜひ死のを出してよってそう、山本くんにまさにこの時だよね、この時に、うん、大台監督にちょっと死のちゃん出してよ、うん、
言ってみたんですよ。そしたら大内監督が二言ね、うん、返事で、はい、いいですよみたいなね。ええみたいな、いいの？いいの？いいの？そしたら山本君がさ、だったら店長も出してやろうよ、そんなノリでさ言ったじゃん。そう、でもその時はね、うん、いやまさか。じゃあその後だから分かったのは、500人もこのだってメンバー集めるのにさ、うん、出演者にさオーディションしてるんですよ。そうですね、俺らこんな軽く言った前に前にオーディションしていて、その中からもう選ばれたのって十何人ぐらいしかないわけじゃん。本当そうでしたね。500何人、ね、本気で俳優目指してる、俳優女優目指してる人たちがオーディションしてさ、うんね、で何人かしか選ばれてなかったのに、うん、ここで軽いノリで決まるっていうのは本当に申し訳ない。もう本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございましたね、うん、本当にそう、うん、もうあの作品を見てさらにもう感謝しかないですね。もうね、貴重な経験をして、ちょうどですね、あの私は2回ロケ、あロケじゃない、あの撮影を呼ばれていて、しろちゃん1回だったけど、はい、うん、で2回撮影あって、しかも平成と令和にまたがって私撮影してる。そっかそっか。4月に最初六本木でやって、うん、でその後あの羽田空港、さっきのねシーンが、うん、あれが令和になってからちょうどゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク時期に、あのゴールデンウィークで、ゴールデンウィークにさ、普通に明日羽田にあの撮影なんで来てくださいって軽く言われて、ゴールデンウィークに羽田空港で行かなきゃいけないって結構大変だぜみたいな。もしかしたらどっか行くのかぐらいまで思いますね。どっか行きたい気持ちになって、マジでせっかく羽田空港でやってんだから、そのまま旅立ちたいなと思ってる、ね、そのまま韓国ロケのノリ本当にね、あそこで、やりましたね、はい、死のジョイント2には出れるの、2あってほしいね。次はどんな感じになるんだ、感じになるかな。チンピラの構想って100人くらいいたりしなかったの？いやもうすごいよ、だって映像すごいっすよ。大人はいっぱいいたよ。いただから多分すごい出演者はいっぱいいたと思う。そうですね、そのなんかセリフとかもなくて、単なるこのなんか座ってるだけとか、うん、だからよくあるじゃん、ヤクザがこんなにあじゃーすとか言ってる、あれとか普通にやってるからね。そうけど、その中で、うん、喋ってらっしゃるセリフが、申し訳ないね、本当にね、構想勝ち残ったんですねって書いてある。勝ち残ったのかな、多分2があるんだとしたら、まず俺が苦労されるところからスタートしないと、ね、どうかな。それはもう見ていただいてですよ。そっか、うん、なるほど。そう、あ、だいじゃあちょっと、じゃあ次の先ほど あの資料の続きでね、うん、はい、次に出てきたのはこれですね。来た、ラブラブ回です、これ。はい、キムチャンバーさんとキムジンチョルさん、ジン君とチャンバ君ですね、はい、2人に来てもらったんですよ。そう、ちょっと拡大してもらえますか、一瞬で大きくする。あのチャンバ君は、うん、北朝鮮国籍、はい、今韓国になったのかな、うん、でジン君が韓国籍で、はい、本当に韓国の俳優ですよ、2人とも、うん、そうですね、うん、2人とももう韓国では結構有名じゃないの。チャンバ、あ、ジン君はちゃんとその韓国のすごい養成所、そうですそうです、あのめっちゃ厳しい、ね、韓国の芸能の養成所すごい厳しいね。そこでちゃんと、卒業して俳優になった彼です、はい、でチャンバ君は逆にモデルからなんか、うん、自分で番組とかやってなかった、やってた。でこの20何回だ、うん、8回何回だこれの28回、うん、回でそういったお二人の話も、うん、されてるので、ぜひちょっと、うん、これは YouTube で見れます、はい、でお二人のね、いろんなプライベートの話とかも聞いちゃったりなんかして、めっちゃ面白かった、ね、で私この回で、うん、あのしのちゃんと岐阜県民ネタをして、うん、店長に怒られたんです、うん、今富山の話してんだからって、ちゃんばさんが富山の話をしてて、あそうか、めっちゃ怒られたんです。あ、そうだ、ちゃんば君のおじいちゃんがなんか富山の人かなんかで、その富山の話をしてたら、私は岐阜に近いみたいな感じで、そうですそうです、あ、ふとったんですよね、富山、富山が近いよみたいな話からね、うん、から岐阜、私も岐阜とかって、で中で、あ、中の人があれか、まちこさんだったんだ、そこで岐阜の話盛り上がって、そうそ、怒られた、コメントにも怒り出すいや、チャンバ君が富山の話をして富山の話を、そう、岐阜よりも富山の方が近い、私は怒られちゃった怒られた、そんなことあ
りましたか。あったんです。この時期からご覧にいただいてます。ありがとうございます。全部見てます本当に。ジョイントメンバーの会話何回もね。いいじゃんコメント拾ったって。寄り添いなさいよってコメント来てます。わーい、しのちゃんファンは優しい。その1年後に俺はしのちゃんに怒られ る寄り添いがないって、コメントに寄り添いがないってめちゃくちゃ怒られる。なるほど。そうだったら収録番組にしなさい。面白い。そうだよね。いやいや、でもそれがあって今の関係性ですから。そうですね。和解したんです。そうそう、和解しました。半年前。喧嘩してない。ちなみにこの回にジン君の、あの奥さんが日本人ということで、はい、あの結構その韓国の恋愛事情っていうのがそれが結構掘ったじゃん。めっちゃ面白かったですよ。昨日ね、ジン君と久しぶりに会ったの、うん、あら、会って話をして、はい、あれ今日あの例の奥さんは来てないんですかって聞いたの俺、うん、ジン君に。そしたらあのやっぱしね、プロだよね、うん、やっぱりそういう自分が役をやってるとか、まあ、出てるものにはこの家族はこう 別ですごい連れてきてないって言って、うーん、たら挨拶したかなと思ったんだけど。そう、ジン君はやっぱりこうプロフェッショナルとして自分が出てる ところには、うんうん、その家族とはもう一線を引いてっていうふうな、まあ、それはね分かる気がするの、うんうん、この番組を俺は嫁さんには見せようとは思わないんで、あの分かる気がする。今奥さんが見てる手で手を振ってみました。あ、でもうちの子供は見てるよ。なんか検索するとすぐスゴカフェが出てくるよ。だって俺があの、だってあれだもん、あの番組登録してるから。やだほんと。自分が番組登録して出てきます。あなたへのおすすめとかでね。で長いっつって消されるからね。長いよね。そう出ますけど、その次が、はい、じゃあ次のページに行ってみましょうね。次が、あ、三井さんじゃないですか。このヤスっていうバスケの話をね。そうそう、これまさにこの表紙の、あ、この表紙もう出ちゃってるんですよ。ジン君とチャンバ君と、うん、でここに三井さんが乗ってる。そうそうそう、いやもうなんかコンプリートしてんじゃん。コンプリートし、スゴカフェコンプリートしました。この回みんな覚えてますか ね。で三井さんも俳優初めてだよね。うん、そう。俳優デビューの逸話の話とかして。もともとバスケ選手だもんね。そうで山本さんとお知り合いだったんですよね。そう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 、山本くんもバスケ選手だったんで、うん、そのバスケ選手同士の 中でね、うん、ここでいろいろ秘話をいろいろお話しして、うん、で昨日会ったよね。そうそう水谷に会ったらなんか出てたでしょとか言われて、あれ小村さんですかみたいな。出てたでしょとか言われて、びっくりしちゃったとか言われてた。出てたんです、すいません。バスケやってる人ってイケメンが多いねって、うん、あ、もうね、でかいんですよ、みんな。大きかった、うん、三井さんネタはなんかないですか。三井さんは撮影見学行った時に、はい、あの山さんと撮影してるところを見させていただきました。なるほど、はい、お二人がもう親友っていうね、実際に映画の中でも親友っていう設定でやられてて、三井さんの役だけが悪者じゃねえのか、本当に友達だから。お友達でしたね、うん、その、なるほど、三井さんの役がクリーンな世界に来させようと頑張ってるみたいなところですよね。そう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 、お前は もっとこっちの方に、ね、普通になれみたいなね、うん、そう諭す役だよね。そう、ただ三井さんにもやっぱり家族の事情だとかあって、うん、三井さんストーリーとかも多分今後できると思う。あれはスピンオフできるよね。ね、スピンオフできますね、うん、クリーンな世界。クリーンな世界、そういう面白さがある、ね、そうありますね。次行ってみましょうか。はい、次が、あ、りょうくん出ましたよ。りょうくんから入ったんですもんね。りょうくん、そうですね。ちょっとじゃあ、ちょっとりょうくんの話を。りょうくんの話、はい、急に振り出す。りょうくんは演技がすごく上手です、うん、前です、一番上手でした、うん、あ、なるほど。って言っときます。すごいなんか、でもそう、上手かったよね。そう、うん、で彼が IT の社長かなんかで、山本くんと まともな仕事をしようっていうやつだもんね、うん、役的には。で私も絡んでるからね。そう、絡んでる映画で、まさかの、まさかの、そうプロデューサーさんでもある桜木亮さん来ていただいてて、うん、あのハロプロのねオーディションも受けたことある。モーニング娘。の書類追加したって男だろって書類追加したことのある桜木さんです。すごい、それすごいよね。だって男子だよ、男子で通過してることが、ね、モーニング娘。って娘じゃんみたいなね、うん、ところありますけど。そうなんだよ、そういう、そういう逸話がありますね。そう、すごい可愛らしい感じのね、うん、ところからラストどうなっていくのかみたいな。そうなんです、そうです。
ですね、うんうん、ちょっと私も絡んでるんですよ、このそう彼とはね、羨ましいですね、映画でね、うん、次お願いします。忙しいあ、ホッピーさんですね。ホッピーさんのね、裏方だよね。そうです。で最初ここに出演してもらった時にはここに書いてある通り、なんだっけ、この拡大していただきましょう、プロダクションマネージャーっていう名前だったのが、エンドロールではラインプロデューサーになってたのじゃあ名前いろいろ変えてるんですかね、なんかすごくなったの、娘と店長絡んだの、娘、モーニング娘と店長絡んでたの、絡んでたの、でもモーニング娘も慣れてないから、慣れてない。そうなんですよ、裏方で私たちが行った時もすごい交番表だったりとか出演者さんの身の回りのところとかすごいやってくださって、多分彼女がいなかったらこの番組撮影は出来上がってなかったぐらいな感じですね。まあ決して表に出る人ではないんですけど もう、まあ、裏でねすごい仕切って ね時には監督もまで仕切ってね、うん、動かしてたって。あ、どうですか、ロケを見ていましたよね、ロケ、ホッピーさん、ホッピーさん、ホッピーさんいました、ね、けどあの、うん、休憩室でお会いしたので、うん、ちょっとくたびれてましたか、なんかマッサージしてましたあの出演者の方の、すごいすごいですよ、自分休まないでケールマッサージしてんの、ね、で俺なんか車運転したらバンみたいなのさ、こうやってさ運転しながらすごい街の中やって機材運んだりとか、そうそうそう、機材もね運んでらっしゃって、だからスーパー裏方ですよ、そう素晴らしい、素晴らしかった、なんかもう 助監督並みの働きを、今プロデューサーって言ってるけどそのぐらいの働きをしてて、うん、でいろんなこうコーディネートしたりとか、うん、もう指示命令して、はい、もうみんなそれに従っていくみたいな感じだよね、うん、そう、交番表作っていただいたり、出演者さんとのやり取りとかも、うん、ホッピーさんもやって、でもホッピーさん若いんだよまだ、めちゃくちゃ若いですよね、20代前半ぐらい、前半来ていただいた時前半とかだった、そうでしょ、でこの時ね沖縄でね、あのそうペーパービューじゃなくて、あの ライブビューイングご家族の皆さんこう見ていただいたって感じ、ね、そうです、しかも令和一発目の、え、本当だ、5月13日、令和一発目でしたよね、はい、2019年5月13日、まあ小長さんっていうぐらいだからね、小長知事でしょみたいなね、親戚じゃないですって言ってたけどね、うん、そういうスーパー裏方の秘話、これも YouTube で見れますんで、はい、じゃあ次行ってみますか、次は誰だ、誰が出るかな、あ、来まし た平山さんですね、市川組の組長ですよ、かっこよかったですね、すごい覚えてますか、このここのトークはすごくふんわりといろんなものが隠されっていう、あのね、平山さん多分このジョイントの今回出演した演者も、まあ、もう全てを含めて多分一番経歴が長くてキャリアがある人ですね、うん、でもうデビュー作がだって宮沢勉事件の宮沢勉役だから、ね、主演、次の作品がこのここにも書いてあるこの猛獣対寸法師っていう、うん、もうすごいもう名作ですよ、もうそうそうたるメンバーが出演して、うん、であれだ ねいろんなちょっとね、うん、あの言えないような ね, いろんなね指定のねお話とかねでこの撮影した監督さんの遺作でもあるし、そうそうあと最後丹波哲郎さんが出てきたりとか、うん、もうすごい大御所がいっぱい出てくるっていう、もう多分伝えぐらいじゃないと借りてない多分ね、この時画像とかって出したんでしたっけ、出してないか、出したよ、出したよ、出しましたよね、あの YouTube でその予告編だけあったから出したんだけど、そうそう、出せるとこだ、これまずいなと、そうそうそう、予告編だけでお腹いっぱいになるぐらい、この時の秘話とかもお伺いした、うん、ちょっとほとんどカットだったけどね、うん、そうで経歴ね、いろいろいっぱい書いてくださってましたけども、そうそう、いっぱい書いてくれたんで、これ読めないよっつって、これまずいよって、ニコ生じゃね、ちょっと R18 指定が入るような、もう本当にすごい俳優さんで、今回のジョイントでも市川組っていうね、ちなみにそのなんかちょっとそこら辺の構想に絡んでたんですか、どうなんですかね、どうなんですかね、どうなんですかね、どうですか、平山さん、平山さんかっこいいです、あ、かっこいいですね、大好きですなんか平山さんのサイドストーリーとかもスピンオフもそれこそできるし、うん、ちょっとね、うん、結構なんか深い、ね、深かったですよね、うんうん、彼の役どころが一番まあ難しくて一番ポイント、うん、
かな、この今回の映画の中で。そうだね、かなり重要人物みたいな感じでした ね、 ね。あとはまあちょっと彼自身の平山さんってこの俳優自身も面白いので、ぜひねこの YouTube で見れるのでね、こちら。ちなみに34スゴカフェとかで検索すれば出てくると思うね。スゴカフェ34で出てくると思うね、うん、これ見てから映画見ると面白いです。あ、これを見てから映画見ると面白 い、 面白いです、うん、内側のこととかをすごく喋って、あ、そうそう、ジョイントの話もしてくれたよね、うん、してくださってるので。どこまで喋っていいのかな、彼の。わかりません、わかりませんマネージャーさんみたいなダメ、まちこちゃんだってコメント。え、誰まちこちゃん、有名人まちこちゃん、わーい、誰誰って、誰なかなか言えない、ね、いや、私びっくりしたひどいなるほど、まあそんな感じでね、うん、そうですね、結構ここに出てくれた人たち、その例のジョイントのね、まあ、話せる範囲での秘話とか、うん、まあ大変になったところとか、はい、もうこうね、りょうくんが出た時もさ、水のなんか撮影がすごい大変だったんだって言ってたけど、うんうんうん、水の撮影なんだろう、映画見てなるほどって思ったよ、あそこね、あそこか、ね、この話かみたいなね、うん、そういうのとかも結構ありますのでね、はい、次は誰が出るんだろう、もう終わりかな、あ、山本くんもありました。山本くんは結構いっぱい出てもらってるんですけど、一応うちのオーナー夏目あきと一緒になんかこの二人が絡むって初めてのことだったんで、うんうん、奇跡のコラボ、オムさんが一番興奮してた回です、うん、そうです、二人とも教え子みたいなもの、二人とも面識なかったんで、はい、マチコさん有名人誰、いや本当に有名人、誰誰も答えてくれない。昨日びっくりしたのはさ、映画館でね、映画館で、うん、そのやっぱ演者の人たちも見に来るじゃん、はい、もうみんな演者の人知ってる、マチコさん、マチコさん、ありがとう、ありがとう、挨拶されて、もう本当に有名人、うんうん、私よりも声かけられてる、うん、ねえ本当にすごい、そういうマチコさんです。マチコさんの名字は秘密です。マチコが芸名です。そうね、マチコさんです。マチコって名字ですか？マチコさんです。はい。そう、こういう回もありまして。そういう回もあったね。はい、山本くんは結構2019年出てもらって、来ていただきましたね。ちょっとね、山本くんはちょっと今回のジョイントの件もあって、うん、限定公開がほとんどしてるんですが、うんうん、これは多分普通に YouTube で見れると思うので、うんうん、神能みたいなもんか、そんな、ね、そんな感じです。で次は。あ、大台監督じゃないですか。本当だ。大台監督、そうだ。オーディションでの監督目線の話。あ、してくれたね。どういうところで採用してくれたんですかみたいな、うん。採用したんですかみたいなね。うん、あ、この時にりょうくんも来てくれて、ね、山本くんも。そうだ、ビール持ってきてくださったんでしたっけ。そういうの寸劇してなかった、そういえば、しのちゃん。あ、してた。この時でしたっけ。そうだよ。お寿司屋さん。そう、寿司屋。ガチチンピラの回ですね。うん、すげえやってたじゃん。なんか山本くんが監督やって、うん、まさかの大台監督としのちゃんが、寿司屋って。寿司屋っていう体の演技みたいなね。で俺がカチンコでやってたよ。そうだそうだ。しのが丸いって。この寸劇はあまりにもくだらないのでぜひ見てもらって、そう、皆さん出てましたもんねって、関係者の方じゃないですかやっぱりえ、関係者見てんの、まちこさんって言ってるから。誰だろう、関係者の方見ていただいてるかもしれないです。有名人だから本当に。そう、死の丸くない、そう、寸劇は5分くらいで見れるかな、見れます。結構ねこの時の寸劇ね割と長めだった、結構本気でやってた、面白かった、ね、そう、長めに本当に丸いね本当に丸、まん丸だね。だって昨日映像見たけど丸かったもん。しのちゃん丸いわ顔、うん、映画館で見た私も、うん、丸って思った、丸って思った、うん、丸って思いました。丸いわ、めっちゃ丸かったですよ、びっくりしちゃった。まあ長いいんじゃないの、丸いいか、うん、しの丸だし、うん、その舞台の人にも言われたんですよ、しのちゃんは痩せなくていいみたいな、うん、それが舞台では輝くからみたいな感じで言われたことある。なるほどね、お月様みたいだねお月様ですね、まん丸、ね、みんな拝んでください ね、うん、このそうですよ、うん、なのでこの大台監督が出演してくれたこのスゴカフェ41は、はい、
あの必見です。最初の10分だけでもいいから見てもらえると全部見て、もうそれが面白い全部見 て, 全部見てどうでした。ちなみに大台監督、この回でも話したけど、うん、あの米津玄師さん の, あのレモンの PV があるじゃん、あの有名な、うん、あれの映像監督の助手で参加してるよね。そうですね、あれ作ったんでしょ、うん、映像。そう、その時の話、その話を掘ろうと頑張ったんだけどね、ちょっとなかなかいろいろね。そっか、そう。でも東大出身でしょ。そうですよ、東大建築家で。若いんでしょまだ25、6歳ぐらいだよね。そう、若いんですよ。メモってる最初の10分かメモ最初の10分ね。あ、そう、これは面白いですよ。あのスゴカフェ41でちょっと検索してもらえば出てくる。いや、私この時確か聞かされてなくて、うん、オムンさんとあと大谷監督と山本さんでこういう寸劇しようみたいな感じで。そうだね、開始5分前ぐらいにこれするからってんどういうこと。しのちゃん、もうしのちゃんはもうあとはもう脚本なしなんでね本人もすごい超寸劇してたじゃん。いや、すやっぱ素晴らしいですよねそこ大谷監督が主演だから。そうそうそう、で山本監督、今だってちょっと後悔してるもん、あれもうちょっとできたんじゃないかとか思うねもうちょっとできてたら次の作品呼ばれたのに。あ、主演だったかもしんない、うん、主演そう惜しかったね。惜しかった。そうそうそう、でも寸劇って思ったらダメですね、やっぱり、うん、本気でいかないと。全部、なるほど、そう、全部本気でいかないと主演です、お酒の宴じゃないのそう、でもこれそのオーディションの、そう、監督目線の話とかね、山本さんのオーディションの話とかも聞いたのかな。あ、聞いた聞いた。そうそうそう、そういうのも話あったので、だって山本くん落としたでしょ1回目。そうそう、そういう話をね、うん、されてるので、ぜひ見ていただければと思います。うん、そうそう、どこまで話しているか、まあ見てもらっていい、ね、そう、見てもらって、もうやってます、うん、ぜひご覧ください。大台監督1回に山本君落としてるって話があるからね。そうそうそう、その後にあのでなぜここ落としたかっていうようなところもお話しされてるので、うん、そうそう、ぜひご覧ください。なんで採用したのかって話もしてるよね。そうそうそう、であとはオーディションに500人来て、その中から何人か選抜したんだけど、うん、そこの選抜のポイントとかも結構、うん、結構若くてさ、のび太くんかと思ったら結構考えてるね頭すごい切れるし、ね、だ今回の作品もあれ 2,3 回見ないと本当の深いところ分からない。うん、そうですね、もう1回見たいもん。そうそうそう、うん、DVD 作んないのって俺聞いちゃったもん。そしたらちょっと、まあ、ほらこれからコンペとかいっぱい出したりとかするから、うん、しばらくできないんじゃないかって言われたけどね。もう1回見たいな。舞台終わったすぐぐらいの時期だから疲れてた。あ、私が、うん、そっかそっか、そうかもしんないね。あ、そうだったね。あの2019年いっぱい出てたよね、主演。出てましたね、主演もしたしね。そう、舞台で主演してた。そういえば、すごいですよね、本当に。そうでした、英語も決まってね。そう、楽しかったな、うん、結構何気にあれスゴカフェ特需あるんじゃないの。あら、うん、あらとか言ってそんな感じでございましてですね、うん、この回も面白いですよってことですね。面白いです。でもこんなもんかな。次ちょっと押してもらって、あ、最後山本くんのね、この間のコロナ禍の時に、うん、ついにゲストが呼べなくてですね、いろんなちょっと振り返った時に山本くんの言葉をね、いただいたんですよ。そうですね。じゃあこれをちょっと見えないんで、一度しのさんに読んでもらいましょう。どうぞ。生きろ、今までと変わらないことは。もうちょっと心を込めてゆっくりお願いします。生きろ、はい、今までと変わらないことは、生きるために生きてるっていうこと。自分で考え判断し行動することが重要となる今、生き方に憤りを感じていた人たちには人生のきっかけと捉えてほしいです。その左側は、こんな時にと思うよりもこんな時だからと思うようにしたい。素晴らしい、ね、まさにコロナ禍の緊急事態宣言の時にもらった言葉なんで ね, ね、ここでね、そう、哲学者山本、うん、勝高に関してはどうですか、うん、マチコさん、どうですか、どうて山本くん山本くんに対して、ね、大好きです。でも山本くんつらばりで出会ってんだもんね。そうなんですよね。マチコさん実は今日初めましてじゃないんですよ。ないんですよね。昨日も初めましてじゃないんですよ、うんうんうん、実は半年前、はい、半年前、1年、半年前、1年前ですね。もう1年経つんだ。11月の25とか6とか、多分1年前だ。もう1年前だ、はあ、寒かった記憶があるな。そうか、この時にね、そう、
来ていただいて、はい、あの時何してちょうど東京に用事があったんですよね。あって東京に来るのに、うんうん、ついでに、いや違います、ね、会えないっていう、あ東京に来てるのに来るのに、うん、その会、うんうん、スゴカフェ、うん、あるのに、うん、と思って店長に、あ私に会いに来たの、違います違います、山本さんが来ているのに、うん、私に会いに来たわけじゃない、違いますね、じゃないです、そこは違いますね、まあ、そう違うんです、東京に来るのにスゴカフェリアルがあった時に山本さんがね、違いますね、いてくださって、そうその時にまちこさんも来ていただいたんですけど、まちこさんはオム店長じゃなくて山本さんに会いに来た、山本さんに会いに来ました、俺に会いに来たの、あ違いますね、あそうでもあのオム店長の本も買ってくださって、うん、はい、そうそうそう、あの例の本ね、うん、例の本ないですね、例の山本さんはかっこいいですねって、かっこいいですね、あ そうだ、そこは上に山本くんが出演した時にあのぜひ会いたいと、はい、直談判しました、私にだって直接連絡くれたじゃん、はい、ぜひ会いたい、ぜひ、うん、どうしても会いたい、俺のことじゃなかったと、違いますね、あそうだったんだ、残念ながら山本さんです山本さんです、ね、山本に会いたかった、はい、会いたくて、教え子の教え子に、そうです、全く面識なかったんですけどダイレクトメール打ちまして、山本くんとはあれなの、面識何回かもう会ってる、あの撮影見学に行った時に初めてお会いして、そうかそうかそうか、はい、なるほど、行動力が素晴らしい、じゃないですよね、店長はみたいだったもんいいよって言っちゃったもんだった、あぜひ来ていいよ、嬉しいみたいなね、そうそうそう、俺にもファンがついについたかと思ってさ、いやもうずっと言ってますもんね、おむさん、俺にファンが、まちこさんっていうファンがいるんだ、あファンですよ今はね、あ本当ですか、今は、はい、今はファンです、それがきっかけ、はい、やっぱ山本くんつなげたから、はいえうんやってうん、そっか、まあまあまあ、でも山本さんすごいですよねオリンピックのなんか、うん、なんていうんですか、あそうそう色紙みたいな、なんだっけ、あの NHK、うん、撮影した人が結構有名なカメラマンでしょ、うん、であの時も実は1回目の時にその話とかしてるんだけど、うん、あの結構彼ね哲学者なんでね、そう、うん、オリンピックの関係のに出てたりとか、それこそ最近だってアディダスの、そうそうそう、 CM モデルとかにもなられたりとか、あとこのコロナの中で何してるのかと思ったら、これ世界中でなんか賞取ってなかった、あなんか映画じゃない、なん韓国、そう韓国とかの映画です、スペインと、うん、ロンドンと、ロンドン、うん、ハリウッドです、うわハリウッド進出したの、え、わかんないです、で賞を取ったっていう、ハリウッドで、はい、すごい、ハリウッド、うん、ハリウッドって書いてありましたよ、そのハリウッド、はい、もうそんなすご素晴らしい方にすごいですよ、スゴカフェリアルに来ていただいてるし、なんならさここにも来ていただいてるし、うん、もうすげえじゃん、すごい、いやもうじゃあこれあれか、夏目秋と同じようにもう山本君も声かけられなくなっちゃうパターンか、もうちょっとそう、もう呼べなくなっちゃう、 NG 入っちゃうかもしれないギャラ出せって言われるか、言われちゃうかもしれないいやもう優しい方なんで優しいですね、いやいや、でも久しぶりに会って、昨日すごすぎてピンとこないって、ちなみに山本くんのお父さんもね出てるもんね、すげえ役どころで ねすごいですね、すごかった、すごいよね、なんか俳優なの、うん、俳優ですよきっと俳優並みにすごかったよ、あれあの すごい役どころでしたね、役どころ、そう、まあ、特にあのさっきの市川組組長平山さんとの絡みなんですよね、うん、あれは山本パパって 山パパ、うん、パパがね、山パパすごいですよ、まあ、裏話をする前にあと5分になってしまいましたけど、もうそうなの、もう全然うやばい、だらだら話してた、ま、そうねどうしようなんですけど、まあ、撮影どうでした、オム店長、まあ、してみた時と見た後感想みたいな、まあ撮影ジョイントの、うん、でもとにかくジョイント自体この映画というものに出演をさせてもらうなんて、うん、もうだってここでね決まるまでは思ったこともなければ、うん、そんな全然違う世界だと思う、そうですね、本当にね、うん、全然演者でもないわけだし、うん、それがなんかこの流れで山本くんのご縁でね、はい、高大監督と出会ったりとか、うん、他の演者さん出会ったりとか、
でね、このしのちゃんの下りから私もなんか言われると、はい、でその場の雰囲気で話かと思ったじゃん、その場のノリがさ。そうなんですよね。後日本当に電話かかってきたからね、連絡が来てでこの日空いてますか、来てくださいみたいな軽いノリで来たじゃん。で軽いノリだからさ、また出るのもさ、なんか通行人とかさ、なんかこう構成員の一人でさ、うん、なんかさ映ってたぐらいのね、銃撃戦でなんかすぐ倒れるみたいなさそういうような役かなと思うじゃん。したらなんかこれこんななんかやってなんかね、こうやってとかのスタイリストさんから髪にセットしてもらってさ、ね、本気じゃん本気みたいな。でもストーリーもわからないし、でもこの話セリフ言ってくださいみたいな、あいつも通りでみたいな、演技指導 ないからいつも通りでって言われたからさそうねえ、でそれを1回じゃないんだよねあれね、うん、もう いろんな角度からもう 10テイクぐらい撮って、うん、で音は音でまた別撮りもするし、はい、もう現場に映画 この現場に行ったのも初めてだから、うん、本当に全てが全て貴重な体験。そうですね。でまたさ演者さんたちもさ、ここにいっぱいねスタッフも来てもらったけど、はい、いいやつばっかしなんだよ。そうなの、まちこさんの方が よく詳しいと思うけど、ものすごくいいし、うん、で昨日とかもさ、またもう1年半ぐらい経ってるじゃん、もう撮影終わってから、うん、スタッフさん覚えてくれてたね、で普通に声かけてくれてさ、そうそうそう終わった後とか、ね、なんかいたみたいな、何やってた人かなとかこれだったかなとかこれだったかなとか思いながらさ、そう確かにいたみたいな感じだったけど、声かけてくれたりとか、そう本当にいい人で、でこの作品自体がみんなねいいやつで、まあ確かに本当にいろいろあってね、うん、大変だったところもあるし、コロナにもなったりとか、あの段取りがずれちゃったりとか、あともうなんかね、あの聞いた話によると撮影したやつを全部つなげてみたら4時間ぐらいになっちゃって、うん、これ長くねみたいになって、これ2時間ぐらいにカットするって結構相当大変だと思うんで、うん、でそういう作業とかもあったりとか、もう一回撮り直しとかあったりとか、そういう苦労話もいっぱい聞いてきて、うん、でこういう状況になってもめげずに最後までやり通して、ね、発表したっていうのが、うん、形として発表したっていうのが本当にすごい、大台監督本当にすごいと思う、うん、で山本くんからもいろいろ話聞いてるけど、山本くんもすごいし、うん、このすごいね、しかもスタッフ少ない中でやってたからね、あのホッピーが 裏ボスと何やらみんな仕切ってさ、うん、少人数ですごいよく作り上げたなと思って、その中の一メンバーとして、携われてせていただいたのすごく感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一回見たい。ね、まああと1分になったので延長になるんですけども、はい、篠さんも感想言ってください。そう、あのね、私撮影が、まあ、とある現場だったんですけど、うん、めちゃくちゃめちゃ怖い人たちがめちゃくちゃ怖い人たちが周りにいたんですよね。もう挨拶からすごい怖い、あ挨拶って最初に、うん、あの何々役の何々ですみたいな、全員で集まってやったんですよ。この話からすると大島会と市川組、うん、がまあ勢ぞろいみたいな感じだよね。そうですね、うん、あのでもめちゃくちゃ怖い人たちの中に私がいてえって思ったんだけど、控え室すごい優しくて、皆さんみんないかついんだけど優しかった、いかついんだけどすごい優しくてだってそれが本業じゃない、そうなんですよ、本業じゃないんですよこれはね役なんですけど、見かけが怖いだけど、そうそうそう、めちゃくちゃ優しくてお話ししていただいて、もうすごカフェ今度行きますとか見ましたとか言ってくださって組長来たしね、そう皆さん ありがとうございますみたいな話をしつつ、うん、私実は初体験、いろんな意味で映画の撮影も初体験だったんですけど、うん、役のあのあれも初体験でですね、あれはちょ、プライベートもなし、あプライベートはもう経験はございません。そうなんだ、初めてだったんだ、はい、あれがね、あれが初めてで、ちょっとまあ多くは今は語らないですけど、またね何年かに後かに喋ろうかなとは思うんですけど、うん、あの口元とかも実は隠されるような役どころだったんですね、うんうんうん、なのにもかかわらずメイクさんがバリバリにメイクしてくださってリップとか塗ってくださったんですよ、うん、けど隠すの、ね、そう、あ隠すんだったみたいな感じで、メイクさん、まあ、出演者さんはじめ関係者の方、スタイリストさん、メイクさん、めちゃくちゃ優しくて、衣装とかもね、うん、昨日見たね、ね、うん、用意してくださって、え顔映ったのって、めちゃくちゃ映ってるよ、あの死の何秒出たの、え数秒なんですけど、いやもうパンチ効いてもだって
いや私あそこまでしっかり映ってると思わんかったです。しっかり映ってる上にしかもあのほらお怖い人たちのあのかっこいいシーンじゃん、あれ結構、うん、あれ超こだわってるよあのさ、まあ、衝撃シーンですよね。そう衝撃シーンで、あの多分カメラワークがめちゃくちゃうまいのよ。そうで多分大台監督もあとカメラマンも昨日いたけどね、あの彼の技術がすごくて、すごいですよね。このレモンのあの映像 PV 見ればわかるじゃん、あれをすごいこだわったりとか、うん、あの本当にちょっとしたこうミラーの反射とかあれ全部考えてるんで、うん、角度とか全部、うんうん、あの一連の動きにしのちゃんが登場するんだ、登場してくるんですよ。怖い人たちと一緒に登場するわけだから面白いです。あれがもうすごいよあのシーンだけど、班長長班揃いましたあそういうシーン、そうそう、ね、みんなイメージをねこうそうそうそう広げていただいて ね実際あの音だけとか、うん、それこそこういうやつで何回も私ちょっと NG 出しちゃって、うん、何回もねそれホッピーさんの回で語ってなかった、そう語りましたっけ、うん、で大台監督にも演技指導していただいてあれをシロちゃん演技指導入ったの、演技指導していきましたよ、ね、俺演技指導してもらいたかったのに、もうちょっと白熱したシーンでしたので、そうだね、そう私のヘラヘラ感じゃダメだと、音響さん音響さんが、うん、あの超受けツボだったんだって、いやそうなんか山田さん入ってき、きましたもんちょっとシロちゃんみたいな感じ、そうツボだったらしいよ、そうなんかすごい 笑ってくださって言っておかしいけど、あれはちょっとねそうなんですよ映像じゃないとそう語れない。そう、だから写真とかも出せてない、出してないじゃん。私の写真はね、うんうん、ちょっと出してるけど、はい、しのちゃんの写真を出したくても出せないんだよ。なかなかね。ちょっとかなりのネタバレになっちゃうって。でもあのまあ秒数的には数秒でしたけど、あの映画作品の中に少しでも入れたっていうのと。あとやっぱり最後自分の名前、小村さんの名前があるっていうのはすごく感動しましたね。一瞬で分かったもんね、あのね、名前が。しのいるっていう、うん。みんな漢字の中にしのだけひらがなが照明だったもんね。二文字で書けちゃうやつがね。あれ何わざとひらがなにしたの？いや、分かんない。あれ、ひらがなでしたね。大台監督は漢字分かんなかった。漢字分かんなかったのかな。漢字に分かんなかったらひらがなにしたの。そうか。いや、でも、うん、あれ、まあ、安藤サクラさんみたいな感じでひらがなにしようかなって思ったもん、うん、あれは良かったと思う、すぐ見つけ出せた、見つけましたねあれ、ナイスナイス、まあ、そういう風にね、あのすごく貴重な経験を本当にありがとうございました、させていただきまして、はい、あの評論家まちこさんからも一言映画を見ていかがですか、見どころとかありますか、見どころ見どころ見どころもやっぱりどうかな、全部そうですよね全部ですよあれ、うん、本当に全部見ないと、うん、みんなかっこいいし、うん、まあ、ストーリーというかもね、うん、か単発単発がすごいこだわって、うん、だって、うん、自分だってあの羽田空港の撮影とか、うんうん、あと六本木の撮影とかもあったんだけど、半日ぐらいかけて、うん、たった何秒かあったよ、うん、たった何秒かの映画では何秒かしか流れてないところを、はい、半日ぐらいかけていろんな角度から撮り直してやってって、ね、本当に繰り返しやってっていうの、だすごいよねって話だよね、すごい、その熱量がすごい、みんな何かこのいい作品にしたいっていう、うん、あの熱量がすごかったし、本当にいい経験させてもらったと思います。コメントでまちこさん帰りの電車大丈夫なんですか、大丈夫、あの俺がね今日ね岐阜まで送るんだ、うわお、この二人送っていかなきゃいけないね、岐阜まで、岐阜まで、うん、そう岐阜まで今日車なんで、うん、大丈夫ですそこはね、はい、そうなんですよ、ということでこれは、次回どこで見れるのかな、これがさっきのねこの公式のインスタグラムとかでチェックしてもらうしかないのかな、今12月に追加上映予定だけは書いてある、で今回ね3日でソールドアウトしてしまったのでチケット取れなかった人もたくさんいて、結構、うん、行こうか悩んだっていう方がね、行こうと思った時にはもうなかった、うん、もうないんだよ、もう行くって決めたらもう行かないとダメだからね、本当だ、2020年12月追加上映予定、うん、そうだね、わお、ぜひ見てください、東京なのかなね、まあそこはインスタグラム、アットマーク、ジョイントムービーでご覧くださいませ。またまちこさんも来るんですか、ジョニーは。北海道でも遠隔で、遠隔で言いますか、はい。まさかそんなに早く終わるとはって。北海道でも見たいね。ねえ。
でも多分あれかな、来年どんどん海外の方に出す、ね、あそうそうそう言ってましたね、うん、映画祭とか、そうそう今年がね全部中止になっちゃったんで全部その、うん、だから本当だったらそういうさ普通だったらねそういうコンペとかそうショーとかそういうところが出して、はい、で配給会社が決まって、うん、もっと国内でこういうのがね某鬼滅みたいなさ感じでさやっていけばよかったんだけどさできなかったよね、うん、ねちょっとコロナ、うん、タイミングがタイミングだだけに、うん、でもその中でもよくあの作り上げたと思いますよ。すごいですね、本当にすごいと思う。応援これからもねちょっと応援していきたいと思いますので、はい、あもう終わり悩み相談時間的には終わり悩み相談番組なんだけどどうする結構まちこさんお腹いっぱいですか。お腹いっぱいです2話目出れるのって2話があるかわからないですけどあるといいな。まちこさん悩み相談解決番組なんですけどなんか悩みあります、はい、今日の帰りは心配しなくていいですよ。岐阜まで岐阜まで、はい、どうしたっけ高山と高山と岐阜の方です。もう名古屋に近い方。そうですね、はい、市内岐阜市内あっちの方。皆さんも知ってると思いますけど、はい、金の信長の像があるとらへんですね、はい、あなるほど。みんなもう有名な話ですけど、じゃあちょっと名古屋周りか長野経由めっちゃ遠いどっちかでバスで帰ろうかな次の日になりそう。金のエンゼルしかわからない、うん、なんかありますか最後に聞いとくこと、悩みでも聞くことでも、どんとこい。オム店長への質問でも、はい、一応そういう番組なんで、悩み、悩みとか長くなりますよね。あこれ後で出すんでちょっとまだ秘密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 出ちゃってるからうん、うん、何喋りましょう。じゃあ、はい、そうですね、山本さんの応援メッセージとかあれば、うん、山本さんの応援メッセージはもう本当にもう尊敬してるので、うん、ずっと見てますんで頑張ってください。山本君の一番いいところはどこ、はい、もう男気の塊みたいなところがいいですよね、うん、はい、かっこいいです。本当にそうですよね。見かけがかっこいいだけじゃないんですよね。中身がかっこいいじゃん。そうですね、結構ちょっと哲学入っちゃうけど、うん、だからそうだね、今度ここだとちょっとさいろいろ言葉を選ばなきゃいけないところがあるから、今度またプライベートで山本くん呼んでプライベート会ワイワイしようかな。そうですね、男気っていいですねって本当そうですよね。はい、そうということで、うん、終わり。そうですね、何か告知とかがあればなんですけど、一応作ったんですさっきの告知、うん、あマジ次なんかマジコさん宣伝告知はもう12月に、うん、見てください、はい、ここのねこれアットマーク、ジョイントムービー、ジョイントムービーっていうね、これ俺の邪魔なのか、そうジョイントムービーアットマークジョイントムービーでねありますので、よろしくお願いします。この QR コード取れるかな、はい、今取れないかまあジョイントムービーとかジョイント映画ジョイントとかで調べると、ジョイントで検索すればいっぱい出てくるんだよね、うん、ツイッターでも公式さん出てまいります、はい、これですね、はい、アットマークのジョイント、ぜひご覧ください。次のちょっとスライドに行ってもらってですね、うん、一応今日先ほど何人かジョイントのメンバー、紹介しましたけれども、それが一気にね、もうスゴカフェ1から今の現在の68回、まあ、今日で69回目ですけど、はい、これがうちの私のねスゴラボのねホームページの中で一覧になってるんで、うん、で一部ちょっと限定公開に切り替えているところがあって見れないところもあるかもしれませんけれども、ここを見てもらえばもう全部がバーって並んでるんで、その中からバーって見たい、ね、はい、見たいのをちょっとクリックするとか、はい、あとはもうスゴカフェ、何番で、うん、検索すれば、出てきますと。スゴカフェ一挙放送したら何日かかるかなすごいよね、だってもう1ヶ月はかかる2時間ぐらいですもんね。1回2時間以上ですか、ね、次のページに行ってもらってですね、この人がこういうことやってますってことですね。あすごい、おあかわいいかわいいあシノチューブよろしく、かわいい、ね、髪長いな、なんでこの写真にしたのかな一番面白い顔だったのもっとかわいい顔あるのにそういろいろちょっとシノチューブを見てて一番面白い顔にしてみました。箱に行ってます、そうで箱に行ってます。毎週金曜日やってんの。はい、毎週金曜日20時に投稿してますので、スノチューブぜひご覧くださいませ。
私の、うん、なんだろうな、それこそそこのところとかダダ漏れの感じの作品になってます、うん、まあ、作品作りって結構自分を出すみたいな多分感じですもんね。大台監督とかかっこいい、急にかっこいい、あ、やばい、触発されてるジョイントにかっこいいじゃん、触発されちゃったかな、うん、そんな感じなのでぜひご覧くださいませ。はい、で次なんかあったっけ、あ、これだ、おう、あら、おう、これやっぱしね、これ Kindle のこれね、これに対抗して私も本出してますよっていう、こんなに分厚い歴史が眠る玉で、ね、こんなに分厚い、うん、人物誌ですからね、人物のね、人伝ですからね、ぜひアマゾンでどっちも買えます。もうすぐ観光一周年、本って売り切れじゃないですか、はい、売ってますまだこれ、いや、こっち、こっち、じゃあ在庫余ってるんです、あ、失礼しました、在庫余って、失礼いたしました。まあでもマチコさんはね、はい、1年前にね、私と会った時に購入してくださったんですよ、ね、サインもね、サイン、はい、お渡しし、はい、ちゃってね、はい、知り合いに見られると嫌ですね、ちょっと恥ずかしい、知り合いに見られるのは死ぬチューブ、あ、死ぬチューブ、そう、死ぬチューブ、仕事落ち着いたらまとめてみます、楽しみ。ちょ、知り合い、カレーのやつってカレー、あ、カレー20倍カレー、うんうんうん、あれは死ぬチューブ、死ぬチューブです、あれ面白かった、めちゃくちゃ辛いカレー、可愛かった、死ぬチューブ見てる、見ました、ありがとうございます、あ、見ました見ました、コロナの自粛の時は皆さんと運動をしまして、ね、はい、ラジオ体操しまして、うん、ラジオ体操も面白かった、ひたすら朝食だけ食べてね、朝食食べてる絵とか不思議なものたくさんある、はい、やって、店長の本電子で買いますね、でそうなの、物なんだよな、これなの、紙なんだよなそうか、電子書籍版も作ればいいのか、そうですね、 そしたら、あ、そうか、見てくださる方はもっと増える可能性もありますよね、うん、そうだよね、相当すごい量になりそうですけど、ちょっと第2弾作ろうかな、いいじゃないです か紙じゃなくて本屋で売り切れで買えんかったって、違うんだ、本屋に置いてないの、俺もうすっげえ探してるの、本屋で、地元の本屋に行ったら、ね、でなんか今最近本屋さんの前にこうパソコンみたいなのがあって検索できるじゃん、 ありますね、どこの列にありますみたいな、うん、でもう張り切って検索したら、うん、注文しかねえって出たからね注文してくださいみたいな、でもその注文が増えたらその本屋さんに置かれるようになりますもんね、置かれたいね、じゃあもうスゴカフェのみんなでこの本屋で注文しましょうってやっとけばいいんだ、別にやっとけばAmazon で、Amazon でそうです、でAmazon で出ます、たまれんの近所の本屋さんしか置いてなかったからサイン会やってよ、だってサイン何冊でもしてあげるよもうそんな感じで、うん、ございまして、ぜひご覧くださいませ、電子で考えよう、あと、そう、電子ないの、忍もね、忍も作らないとね言いたいことあるけど、うん、黙っときますわ、黙っといて言いたいことあるけど時間ないから時間ないから ね、はい、そんな感じかな、そうです、はい、告知おしまいだよね、うん、あ、私ね2月にね、もしかしたら何かやるかもしれないから、2月、うん、どっかで予定開けといてください、2月なんかやんの、やるかもしれない、開けといてとか言って全部開けさせる、そうか2月、2月ね、しのまるの写真集なら買う、おお、本当にしのまるはひたすらご飯食べてる絵とかさ、それでもいいの、ご飯食べてる絵、大食いだって、公開大食い公開大食い2月落ち着いてるといいな、あ、何の大食い大会に出るの、2月、うん、わんこそばかな、わんこやったことありますけどね、おお、KFC いいっすね、ということで次回これ用意しといたよ、12月7日、ちょっとまた間空いちゃうけどね、本当ですね、12月7日にやります、月曜日、ちょっとすごいゲスト呼ぶわ、あらあらあら、すごいゲスト、うん、すごいゲスト、すごい、あそこに、はい、なんかああ、うん、お客さんなので、あ、そうですね、うん、もう12月ですね、はい、もう12月じゃん、うん、で、あと12月のあと2回あるじゃん、うん、もう丸3年やってるって、わー、すごい早い、丸3年って結構長いな、うん、見た目とか変わってるでしょうね、うん、私たちの、だってこの間前振り返ったじゃん、そうですね、そう、和けとかなってたよね、和けってなってた、次回70回だからね、やばー、すごい、はい、結構あれだね、うん、うん、そんな感じですね、はい、12月の7日月曜日20時30分にコーナーまでまた生放送になります、ぜひ、ね、これなんか次あった、ご覧ください、次
次ないないです次ないです次はないです。お疲れ様でしたって感じで終わりですね。12月7日ですね。うん、ね、楽しみやって。70回アニバーサリー、ちょっと70回、ね、アニバーサリー結構してるよね記念的にちょっとすごい大物をあらあら検討してますんで、はい、交互期待、ね、検討です、はい、詳しくはツイッターかなんかで見てください、うん、はい、まちこさん、はい、今日は岐阜から来ていただきました、ね、ありがとうございます。いつもね見てくれてコメントありがとうございます。ついに出しちゃうんだよね、ついに出ちゃいます。評論家の出たいっていう人募集してます、はい、しないでください募集そうはい、全然出て、いかがでした本日は。緊張しました。あ、本当ですか、はい、全然わかんなかった。多分何も喋ってない。いやいやいや、ジョイントの話がスムーズに進みました。そう、ジョイント本当にとね、うん、本当に ね思って見てください。いろいろまた逸話とかね言いたいんですけどね、ちょっとネタバレのところとかが出ちゃったりとか、うん、ぜひ ねもし公開あったら12月のね、うん、方ぜひ皆様見てください。そうですね、こちらね入ると思うんで、はい、そうですね、ぜひね、というところでございます、ということでございます。はい、今日はジョイントデーでございます、はい、ぜひこれも、うん、ぜひこれもぜひぜひ、はい、ということで本日のすごカフェ閉店です。柿ジュースはもらいます。はい、バイバイ。